ジョー・アルウィンは、イギリスの俳優、モデル、ソングライター。1991年イングランド、ケント州タンブリッジ・ウェルズで生まれ、ノースロンドンのタフネル・パーク、クラウチ・エンドで育つ。父親は、ドキュメンタリー監督のリチャード・アルウィン。母親は、心理療法士、コラムニスト、作家のエリザベス・アルウィンである。祖父は監督、プロデューサーのジョナサン・アルウィン。曾祖,祖父は作曲家。 指揮者、フルート奏者、音楽教育者のウィリアム・アルウィンである。王子は、カトリック司祭で、半角活動家のブルース・ケントである。シティ・オブ・ロンドン・スクールに、奨学金を受けて通った。ブリーストル大学で、英文学と演劇の学位を取得し、その後セントラル・スクール・オブ、スピーチドラマで、演技の学位を取得した。映画好きの父親と演劇好きの母親の影響で、 幼少期から演技に興味を持っていたものの内向的な性格であったため演劇学校に合格するまで周囲には俳優になるという夢を明かさなかった演劇学校のオーディションに合格した後両親に俳優になりたいという意向を話したが彼らは非常に協力的で自身の夢を応援してくれたことを感謝している2014年セントラルスクールオブ スピーチドラマの最終学年が始まって、すぐ業界関係者向けの発表会があり、BBC のドラマの主要な役を得る。エージェントと契約し、オーディションテープを撮影した2週間後、オスカー受賞監督であるアンリーから、新作映画、ビリーリンの永遠の1日の脚本の一部が、送られてきて、すぐにそのシーンを撮影して送ってほしいという要望があった。撮影したテープを送ると、 すぐに、ニューヨークに来て、アンリーに会ってほしいと連絡があった。何が起こっているのかわからないままニューヨークに飛び、数時間のオーディションを終えた後、アルウィンはすぐに、ロンドンに戻るつもりだったが、今から、アトランタのセットに移動して、カメラテストをしてほしいと要望があり、結局10日間アメリカに滞在した。その後帰国した、翌日の朝に主役に決まったと、エージェントから電話があった。 映画は5ヶ月に及ぶ長期の撮影であったため、学校を休学し、BBC のドラマは降板することになった。ビリーリンの永遠の1日は、特殊カメラを使った実験作でもあり、上映できる映画館が普及しておらず、ストーリー的にも半米半戦的であったことからアメリカでの興行は振るわなかったが、アルウィンの演技は批評家から高評価を得た。公開後は、 ヨルゴス・ランティモス監督に、女王陛下のお気に入りの主役エマ・ストーンの相手役に抜擢されるなど、二人の女王メアリーとエリザベス、ある少年の告白、オペレーションフィナーレなど、ショーレースに絡むような良作に次々とキャスティングされた。アンリーや経験豊富な俳優陣との長期にわたる撮影を経験したアルウィンは、より多くの優秀な監督、キャストから勉強したいと思うようになった。 そのため2017年以降は、役の大きさよりもスタッフキャストから勉強できる、作品や幅広い役に挑戦できるような機会を選んだと、話した。2018年、ビリーリンの永遠の1日、ベロニカとの記憶での演技が評価され、将来の活躍が期待される若手俳優に贈られる、カンヌ国際映画祭、ショパールトロフィーを受賞した。2019年公開の、 ハリエットでは、主人公、ハリエット・タブマンを追い詰めるドレー氏の役を演じ、オペレーションフィナーレでのナチスの先犯アドルフ・アイヒマンの息子役、ある少年の告白では、主人公を陥れるルームメイトなど、ハンサムで優しげなルックスに反した悪役を演じる機会が多いことに関して、アルインは、どうして、そのような行動を取るようになったのかなどキャラクターの、 人間性を掘り下げて演じることにやりがいを感じると話した。2019年、BBC のミニシリーズ A. クリスマスキャロルでは、ボブ・クラチット役を演じ、ガイ・ピアーズと共演した。2020年は、コロナ禍によって撮影が延期されたが、フール b b c さんのドラマシリーズ、Conversations with Friends のニック役、ルカ・ガダニーの監督の BBC ドラマシリーズ、 ブライズ・ヘッド・リビジティッドのセバスチャン・フライト役などにキャスティングされた。調子を生かして俳優デビュー当初からモデルとしても活躍している。プラダの2018年春夏、メンズコレクションキャンペーンモデルに起用され、2018年秋冬でも続けて起用された。2020年、トム・フォードの新作フレグランス。 ボーデジュールのキャンペーンモデルに起用された。2020年7月長年の恋人であるテーラースウィフトが発表したアルバムフォークロアの作詞作曲者にウィリアム・バーリーという実在しないソングライターがクレジットされており、当初からアルウィンのペンネームではないかと噂されていた。11月、スウィフト自身がウィリアム・バーリーはアルウィンのペンネームであり、ベティー、 エグザイルの2曲を共作したことを明かした。スウィフトによると、アルウィンは普段からよく楽器を弾いて作曲をしており、何気なく作っていた曲を気に入ったスウィフトがコロナ禍による隔離生活でやることもないから一緒に曲を作らないかと提案して実現したと明かした。12月に発表された姉妹アルバムであるエバーモアではさらにコニーアイランドシアムペンプロブレムズ エヴァー・モアの3曲を共作した。2021年3月、フォークロアがグラミー賞の最優秀アルバム賞を受賞し、アルウィンも共同プロデューサーとして同賞を受賞した。2016年秋頃からテイラー・スウィフトと交際している。2017年5月に交際が発覚するまでは、ウィッグをかぶって外出したり、プライベートジェットを駆使して、 家族や親しい友人以外には、交際をひた隠しにしていた。交際発覚以降もプライベートな生活を明かす、必要がないとして、メディアなどでお互いの名前を出すことすら拒否した。2018年頃から、スウィフトのコンサート会場にアルウィンが姿を現したり、アルウィンの出演映画のプレミア上映会に揃って、出席するなど、お互いの仕事をサポートをする機会が増えた。 2020年のゴールデングローブ賞では、レッドカーペットは別々に歩いたものの、初めて公の場で二人揃って出席した。スウィフトのドキュメンタリー映画、ミス・アメリカーナでは、アルウィンがコンサート会場のバックステージでスウィフトと抱擁するシーンが使用された。新型コロナウイルス流行による隔離生活では、 アルウィンが、スウィフトの飼い猫を SNS にアップし、一緒に隔離生活を送っていることを示唆したり、二人で曲作りをしていたことをスウィフトが話すなど徐々に、公の場でお互いのことを話す機会も増えている。数々の有名人とのオープンな交際で知られた、スウィフトが一転して、交際をひた隠しにしたことにより交際発覚当初は、報道が過熱したが、 アルウィンの地元であるノースロンドンでお互いの家族や親しい友人との交流以外は写真を撮られるような場所にも出歩かないという徹底した生活を送っているため徐々に二人のプライベートを守りたいという姿勢が浸透した。これまで交際相手との赤裸々な別れの曲を歌うことで知られたスウィフトがアルウィンについてはいかに彼が素晴らしいか 彼との結婚や将来を期待するようなロマンティックな曲を書き続けており、何度も婚約や結婚の噂が報道されている。ありがとうございます。